聞き間違えちゃったみたい。番号、電話、やっぱり聞き間違いじゃなかったのかな。じゃあ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昔隣のおしゃれなお姉さん、クリスマスの日私に言った、今夜8時になればサンタがうちにやってくる。違うよそれは絵本私に行くして、でもね大人になればあなたもわかる、そのうち恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース、つむじ風を恋人がサンタクロース、背の高いサンタクロース、雪の街から来た。彼女を思い出すけど、ある日遠い町へとサンタが連れて行ったきり、あれ？大罰、スキー場で下手なやつって牧場の魚よ。とりあえず